皆さんこんにちは。横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です。今日は10月16日、聖書箇所はエゼキエル書20章40節から49節、回復の根拠は私ではなく神です。エゼキエル書20章40節から49節。私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、神である主の御告げ。そのところで、この地にいるイスラエルの全家は皆、私に仕えるからだ。そのところで、私は彼らを喜んで受け入れ、そのところで、あなた方のすべての聖なるものと共に、あなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。私があなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れる。私は諸国の民が見ている前で、あなた方のうちに私の聖なることを示す。私があなた方の先祖に与えると誓った地、イスラエルの地にあなた方を入らせるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。そのところであなた方は自分の身を汚した自分たちの行いと、すべての技とを思い起こし、自分たちの行ったすべての悪のために、自分自身を厭うようになろう。私があなた方の悪い行いや、腐敗した技によってでなく、ただ私の名のために、あなた方をあしらうとき、イスラエルの家よ、あなた方は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、顔を右の方に向け、南に向かって語りかけ、ネゲブの野の森に向かって予言し、ネゲブの森に言え、主の言葉を聞け、神である主はこうおせられる。見よ、私はお前のうちに火をつける。その火はお前のうち、すべての緑の木と、すべての枯れ木を焼き尽くす。その燃える炎は消されず、ネゲブから北まで、すべての地面は焼かれてしまう。その時、すべてのものは、主である私が燃やしたことを見るであろう。その火は消されない。そこで私は叫んだ。ああ、神、主よ。彼らは私について、彼は例え話を繰り返しているものではないかと言っています。40節にこう記されております。私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、神である主の御告げ、そのところでこの地にいるイスラエルの全家は皆、私に仕えるからだ。そのところで私は彼らを喜んで受け入れ、そのところであなた方のすべての聖なるものとともに、あなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。私の聖なる山とはシオンの丘、まさにエルサレムのことであります。もっともここでは昨日の箇所から考えますと、新しいエルサレムのことであると考えられます。新聖書公開シリーズの高取先生はこんなふうにおっしゃっております。新しいイスラエルの民が新しいエルサレムで主に仕えるとき、主は彼らを喜んで受け入れ、また彼らの最上の捧げ物を受け入れられる。人々がご自身の御心にかなう聖なるものとして受け入れられ、また自分たちを生きた供え物として捧げる喜びと献身の時である。
この予言がイエス・キリストが真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時ですと言われたようにキリストの教会において実現した。もちろん終わりの日に新しいエルサレムがもたらされるはずですので完全な予言の成就はまだこれからであります。しかしイエス・キリストを信じる者たちと共にすでに新しいエルサレムはキリスト教会においてもたらされております。そのような意味で真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝するその場所、キリスト教会において新しいエルサレムはすでにもたらされていると考えることができるということであると思います。聖書は言います。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちは真の礼拝者として生きていくことを神様は求めておられるということであります。マット・レドマンのハート・オブ・ワーシップという賛美をご存知でしょうか。日本語訳では心からの賛美で知られておりますが、この賛美が生まれた背景にこんな出来事がありました。マット・レドマンの教会の牧師が1990年代の終わり頃、礼拝が形だけになっていると感じました。それで音響機材もバンドも全てやめて、ただ声だけで礼拝を捧げるということになりました。自分たちの礼拝のやり方を手放すことで礼拝の本質に戻らせようとしたわけです。この期間、牧師は改修に消費者としてではなくて礼拝者として参加するようにチャレンジしました。コンサートを見に来る人ではなくて礼拝者となって欲しかったわけです。マット・レドマンはこのように言っております。私たちが礼拝はすべてイエス様についてであるという新しい視点を得る中で、音響やバンドは再び取り入れられるようになっていきました。どんな状況やどんな場所であってもイエス様は私たちの魂の奥深い応答を求められています。真の礼拝がもたらすもの、それは悔い改めであります。42節、私があなた方の先祖に与えると誓った地イスラエルの地にあなた方を入らせるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。そのところであなた方は自分の身を汚した自分たちの行いとすべての技とを思い起こし、自分たちの行ったすべての悪のために自分自身を厭うようになろう。アルゼンチンのリバイバリストフレイソン先生がこんなことをおっしゃっております。私のミニストリーでは神の御言葉を説教することを通して祈りと賛美によって改宗を神の臨在の中に、神様と顔と顔を合わせられるようにしている。これが起こるとき、私たちは神様の清さに直面し、目に見える形で砕かれる。器が壊れるとき、油が注がれ、神の油注ぎが私たちの人生を変える。真の礼拝は生ける神との出会いへと導き、生ける神との出会いは私たちを悔い改めへと導くと言います。しかし聖なる神との出会いは私たちの罪深さを思い知らせるだけではなく、神の許しと神の愛の大きさへと導きます。私があなた方の悪い行いや腐敗した技によってでなく、ただ私の名のためにあなた方をあしらうとき、イスラエルの家よ、
あなた方は私が主であることを知ろう。神である主の見つけ。私は中学3年生の時に生ける神との出会いを体験しました。ミクタムミュージックセミナーで清い手を挙げという賛美がみんなで手を挙げてなされる中、私は自分の手は汚れているとみんなと一緒に手を挙げることはできませんでした。その中で私は主に叫び求め、そして主が賛美のただ中におられるということを体験しました。確かに私の弱さ足りなさに関係なく、主がご自身を表してくださることを通して私は主を知ることができました。いかがでしょうか。まことの悔い改めはまことの礼拝が引き起こします。イエス・キリストの十字架を見上げ、心からの礼拝を捧げているでしょうか。49節にこう記されております。そこで私は叫んだ。ああ神主よ、彼らは私について、彼は例え話を繰り返しているものではないかと言っています。そもそもイスラエルの長老たちはエゼキエルのもとに主の御心を求めてやってきました。その彼らに対して神様はイスラエルの人々がどれほど神様をないがしろにし、数えきれないほど裏切りを続けてきたかということを語り、その後の厳しい現実を宣告します。ところが神様の御言葉を聞きに来たはずの長老たちはそれを現実とは思わずに、エゼキエルが例え話を繰り返して話しているとしか受け止めませんでした。御言葉を聞く私たちの姿勢に対する警告であると受け止めることもできると思います。真剣に語られている神様の御言葉に対して真剣に聞く姿勢が求められているのではないでしょうか。でなければこの長老たちのようにただのお話で終わってしまう可能性があると思います。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。あなたの御言葉に真剣に向き合うことができますように。そして私たちの体を主よあなたに受け入れられる清い生きた供え物として捧げることができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。